いつだって正義の味方だよね。今まで考えたこともなかったな。つまりやってみようともしてないわけだよね。感謝はしてる。ほとんど誰も迷惑になんか思ってないはずだよ。もちろん経験から言って本物の善人になりたかったら善良に振る舞うしかないんだし。つまりほら、ダイヤモンドシティだ。本当に危険だとずっと警告してきたけど、発行のたびに聞くのはこんな声ばかり。おい、何か楽しいことを出したらどうだい。思考を変えて何か面白いことを書いたらいいのに。もう十分。いつか引退してやるって気になるよ。人々が欲しがるものを与えてはどうだ。欲しがるもの？彼らが必要なものを与えようとしているんだよ。真実をね。そう、実際に起きていることを知るのは恐ろしいかもしれない。どこかのインスティチュートの手先が今日うちに来るんじゃないかと怯えずに夜を過ごすことなんかない。だけどそれだけの価値があるんだよ。真実を知っている、そのことに守られているんだ。全く同感だ。立ち向かっている者の正体を知らずにどうやって自分と家族を守ることができる。その通り。だけどほとんどの人は心地よい嘘を好む。私は違うけど、真実に何ができるかこの目で見てきた。妹と一緒に連邦の辺境で育った。小さな居住地だった。父は地元の民兵の一員だった。レイダーの妨害を防ぎ、マイラー・ラークを便所から追い出すと書いていた。そしてある日、父は死体で発見された。キャプテンのメイバーンとかいう名のろくでなしがレイダーが当直の父を襲ったに違いないと言い張った。だけど信じなかった。自分で調べたらキャプテンが寝返っていたことが分かった。思うに町の警備では収入が十分じゃなかったんだろう。彼はある夜ゲートを開けっぱなしにしてレイダーの一団に略奪させて利益の一部を受け取ろうとしていたんだ。父がそれに気づいてメイバーンを通報しようとしたけど、メイバーンが先に動いたんだ。このろくでなしが人殺しをしておきながら逃げおせるの。許しておく気はなかった。市長に話そうとしたけど聞き入れてもらえなかった。だから町中に言語道断の職務放棄による指名手配者キャプテン・メイバーンというポスターを貼り出したんだ。その後で市長が本当に話をしたいと言ってきた。町はメイバーンを追い払い、さらに調査を進めたところ、ついにレイダーの意外なグループが明らかになった。それからどうなった？やりくりが必要だった。妹は当時まだとても小さかったし、母は縁が切れていた。だからしばらくは他人の行為でどうにかやっていた。結局お金を貯めて二人でキャラバンに同行して大きな町に引っ越した。以来そこが故郷なんだ。人々を救ったんだな。いや、彼らが自分自身を救ったんだ。真実を知ったから。でも、いや、すまない、長々とおしゃべりしてしまって。時々止まらなくなるんだ。本当に分かってる人と話をするのは楽しいからね。それでもう出発？おい、くそ、空腹。これで前に進めるよ。何か言いたいことはあるか？正しいことをしても人気者には滅多になれない。でも他の生き方はできないと思う。様子を見て二人の仲が大丈夫なのか確かめたいだけなんだ。そうだね。事態は悪くはない。だって信じてもらいたいけど、悪かったらあなたも気づくはず。でももっと良くしていくことはできると思う。それだけだ。わかった。
お前がやったインタビューを読んだぞ。最後に言った希望を持って、いいこと言ったな。マロンの仲間になったのはマジで良かったと思わないか。この場所を見てみろよ。マロンは弱いと思うがね。あの探偵がこそこそ嗅ぎ回っているところを捕まえたな。マロンはそいつを監禁しやがった。まるで殺す勇気が。Yeah.
制したわ。もう死んでるぞ。なんでこんなにうるさいんだ。おう、誰か。お前は終わりだ。ちょっといいか。一
体なぜ地下鉄の駅から離れたところにボルトを建てたんだ。この場所は密閉とは程遠いじゃないか。使うつもり。誰かがいい使い方を思いついていれば。元気にやってるかバレンタイン。腹は減ってるか。軽く食べるか。ふざけ間抜け野郎。おかげで好きにマロンがお前の殺し方を考える時間を稼げるってんだ。くだらんことを言うなバレンタイン。何も知らないくせに何も分かっちゃいない。そうかな。マロンがブラックリストにお前の名を書きつけてるのを見たぞ。正確にはクソったれのイカサマカード野郎って書いてたな。それからその名前を3回消していた。3回ブラックリストに。だけど一度だって。まずい。なんとか撃つ。貴様が死ね。なあおい、どこの誰だか知らないが、あの間抜け野郎が逃げたとバレるまで3分ある。このドアを開けてくれないか。そう。輝ける鎧に身を包んだ騎士よ。だが聞きたいのは、なぜ年寄りの私立探偵のためにはるばる命をかけてやってきたかなんだが。何者なんだ。言っただろう、探偵だよ。いいか、皮膚と金属部分に戸惑うのはわかるが、
今はそれは重要ではない。唯一重要なのは、あらゆる困難をかいくぐって助けに来てくれた理由だ。息子のショーンが行方不明なんだ。誘拐されたんだが、誰が連れ去ったのかも、どこへ行ったのかもわからない。行方不明の子供だって？それなら適役だ。場所は適していないにしてもな。ここに何週間も閉じ込められていたんだ。探していた家出娘は誘拐されてはいなかった。スキニーマローンの新しい恋人で、たちの悪い女だったってわけだ。とにかくそっちは問題を抱えてて、こっちは喜んで手助けするってことだ。だが今はタイミングが悪い。まずはここをずらかろう。話はそれからだ。マローンの仲間は三流どころ。で、昔はもっと大物から追い立てられてたのさ。ここを見つけるまでのことだ。以前の持ち主がどうなったかは知らないが、家賃の取り立てに来ている様子はないな。無人のボルト、完全な隠れ家だ。誰かが来る音が聞こえるぞ。奴らだ。どうやって切り抜ける？唯一の仕事は人質のチェックだぞ。なんだってそんなに時間がかかるんだ。おいディナ、その探偵をからかうのはやめてこっちに戻ってこい。奴はどこにいるんだ？なんだ、やられた！正面から想像しくだな。とにかく仕事は済んだ。床を跡形ってするやつには気の毒だな。このドアは故障している。開けられるか見てみよう。あと少し。ほら、できた。錠が反対側についていなければずっと簡単だったんだが。あれはなんだ？ダンスの力はどこか。この子でも悩まされずに済むんだ。ステルスボーイか何かを使っているのか。無駄だよ。また階段か。誰がこのボールだ。
ないとバレンタインは死ねえな。かけるわけじゃないが、スキニーマロンと仲間はどこかで待ち伏せしている。前は皮肉たっぷりだが、それに騙されるな。奴は危険だ。また錠のかかったドアだ。難しくないはずだ。よし、できた。だが反対側に大きなデカブツの足音が聞こえる。このドアから一歩踏み出したら、何が起きても不思議はないぞ。何をしてる。不法侵入だぞ。しかも子分を打ちやがったな。おかげでどれだけ予定が狂うと思う。誰かさんの浮気女のためじゃなければここには来なかった。好きに彼女にもっと家に手紙を書くように言ってやってくれ。ああ、かわいそうなバレンタイン。女に殴られて恥ずかしいって。パパの待つ家に戻ればいいんでしょ。ほっとけばよかったのにな、ニッキー。ここは昔の縄張りとは違う。このボルトではな、俺が王様なんだ。聞いてるか。ようやくうまくいくようになったのに、探偵ごときに終わらせられてたまるか。さっさと殺せばいいって言ったのに。そしたら感傷に浸っちゃってさ、古き良き時代のたわごとばっかり並べて。だら、こいつは任せろ。スキニーマロンはいつだってうまくやってのけるんだ。あ、そう。ならこの男はここで何をしてるの？え？バレンタインはみんなを殺させる気でこいつを連れてきたに違いないよ。だから聞いてくれ。帰る家があるんだろう。こんな奴らと一緒にいて人生を台無しにするな。その通りよ。何をやってるんだろう。頭がぐちゃぐちゃになってたよ。だから どこ行くんだ。うちよ、好きに。最初からいるべき場所。これでさよならね。頼むよ、ニッキー。子分を犠牲にしちまって今度は女もかよ。ここにいる友人がお前のためにしたことだ、スキニー。いつだって女の趣味が悪いからな。さて、その短期に油を注ぐ女もいなくなったから、正気を取り戻して解放してくれるか。まだあの穴蔵での2週間の貸しもあるんだからな。キザ野郎、自身過剰のクソったれ。分かった。銃数えるまで時間をやる。その後でその面を見たら二人とも撃ち殺してやる。ここを出た方がいい。急いで。見てくれ、連邦の空だ。どう見ても不吉なものにこれほどそそられる日が来るとは想像もしなかったよ。助けてくれてありがとう。どうやって俺の居場所が分かったんだ。どこへ行ったか知る人も多くなかったのに。一体何者なんだ、ニック。知らないのか。俺は人造人間なんだよ。ほんの少しの赤血球を除くあらゆる部分が作り物だ。俺は作られ、年を取り捨てられた。それでダイヤモンドシティに小さな探偵社を開き、人は実に多くの解決すべき問題を抱えているものと知ったのさ。
さて息子のショーンがどうしたとか、どんな風に行方不明になったとか言ってたな。ダイヤモンドシティのオフィスに来てくれ。そこで詳しく話してほしい。腰を下ろして頭をすっきりさせるいい機会だと思う。そこで会おう。ダイヤモンドシティで。